新龍寺は、大阪府茨城市東福井二丁目にある高野山、新言宗の寺院。天平二十年、聖武天皇の直願により、行基が縁の図の旧地に建立したもので、公認年間、空海の皇帝信用方針能が、大門、首郎、郷道など二十一号を建立したという。今の本堂より、南方に、鳥居垣内、西に、 西の門や道の上、ご窓の門の下、門前、寺垣内などの地名があり、壮大な規模であったことを伺わせる。応仁の乱で消失し、織田信長が寺六を没収したので次第に衰えたと言われる。慶長年中に現在地に移る。文六年間の県知町には、新城坊、良孔坊、桜木坊、千蔵坊、真東坊、各坊,坊、中坊南坊、 泉造坊、孔明坊、西坊、東見坊の名がある。この内孔明坊通館は、福井上村に弥勒菩薩を本尊とする無量寺を、また、両孔坊造坊は、福井下村に大日寺を建てたが、いずれも、神仏根虹の寺であったので、明治初年の神仏分離の時に共に廃寺となった。また、明治二年一月、西福井の荒谷神社より、薬師如来、十二神将。 観音菩薩、五図天皇を移し、境内に、地蔵堂、珍珠堂、西国観音堂を建て安置した。本堂は昭和47年新築。D51-882 駐車場に、国鉄 D51 形状機器官舎が、生体保存されている。周辺情報、ありがとうございます。